皆さんこんにちは、柴崎です。今日はね、まだ1月ですから寒いんですね。その寒さの中のこのね、草木がこう枯れた感じ、この冬枯れの風景を美しく描いてみたいと思います。いつものね、田園が見えるところに来ていますので、その広々とした田園が冬枯れている、ここをテーマで描きます。では見てくださいね。ここは田園ですからね、普段は緑で覆われているんですね。でも今のこの季節、冬の季節だけ色が一変します。このような柔らかなね、オーカーとかアンバー系の色で統一されてしまうんですね。僕はこの季節大好きなんですよ。とってもおしゃれに見えます。そしてあの暗い木々とのね、明暗のコントラストも、造形的にもなかなか素敵です。じゃあ準備しますね。はい、じゃあ準備がね整ったので早速描いてみますね。はい、はい、じゃあね、だいたい形を描きました。ちょっと説明しましょう。このようにね、広い田んぼをですね、描くときはこの田んぼがずーっといって終わっているこの線ですね、これをまず最初にしっかり掴んでしまいます。これを掴むとこの田んぼがどういう構造になっているかが描きやすいんですね。例えばここのね、このあぜなんですけども、これをまっすぐ延長すると例えばここに来ますよね。こちらのあぜも延長するとここに来る。その他の田んぼのね、耕した線もみんなそっちに向かうというね、この大きなものが見えてきます。それから今日は、水が溜まって少し光ってるところがあるので、それを少し多めにね、今日これに書いて、ちょっとポイントとしても役立ててみようと思います。はいね、そんな感じでやってみます。ね、いつもの空ですね。どんでんなんだけど、ね、曇り空だけども、まず色はね、このくらい鮮やかな色で画面の中でね、混ぜながら色を作ってきますね。ウェットという糸で雲を描きます。これは水たまりですね。そしてオーカーの冬枯れの田園の色です。ではね、遠くの方の山ですからブルーグレーっぽい色でね、こんなソフトなシルエットで描きましょう。ね、お家、遠くの方にお家がちょっと見えます。そこは今ね、紙の城として残してあります。この樹木はドライブラシかな。そして、ね、この暗い林、森ですね。
をどんどん使って、ね、思いっきり暗くですね。あれ、雨が降ってきたな、ちょっと。まずいな。あたりで書きますね。ね。帰ろう帰ろう。帰ります。はい、さっきね雨が降ってきちゃって、今からねアトリエで、続きを描きます。その時ね写真ね2枚撮ってきたんですよ。少しほら角度変えてね、これ参考にして今から続きを描いてみたいと思います。では続きですね。はい、この暗い森をのくらいかな。とにかくこの冬枯れの田園のね色や明るさを際立てるためにもこの暗い森は大切ですね。そしてだんだん色を重ねて色の深みを作っていきます。こんな感じだね。色を重ねましょうね。そして、これね、ちょっと耕して土がむき出てるところですね。そしてその間にたまった、水たまりのね明るい光った部分を表現します。書いてます。この奥行き感を出すためには手前ほど暗く、そして細部を複雑に書き込むということですね。さあ色を重ねてね、奥行き感とそして水が溜まって光った感じが見えてきたでしょ。さあいつものちょっとおやつタイムね。今日ワッフルかな、うん、もういいね、うん、なんじゃないか。もう甘いもん食べてね、今日の見てきた風景を想像してね、じゃあまたね、書き始めますよ。手前ね、これ稲を刈り取った後のね、切り株ですね。これもちょっとこだわって書くと面白いですね。ちょっと筆先を割って叩くようにして描いてます。どうでしょう、だいぶ感じが出てきたでしょ。遠くの方のうちちょっと限定していらない線を消してみます。ここにねちょっとね田んぼを見回りに来たねお父さん、ちょっと書いてみましょう。こんな感じです。人物入るといいでしょう。さあ少し細部を仕上げて出来上がりです。ね、今日の風景結局アトリエで仕上げました。今日ね出かけるときちょっと空がね曇っていて雨降るかなと思ったんだけども、案の定降ってきてしまいました。でも
スキッチ行けばね、よくあることですね。皆さんたちもね、現場で雨が降ってきたら、僕みたいにね、写真を撮って帰ってきてお家で描けばいいことですから、もうどしどし出かけましょう。また現場に行った時に、そのね、何をテーマにね、描くかってことは常に大切ですね。今回はこの冬枯れの色ですね。いつも緑で覆われている、田んぼもね、冬にはオーカーとかアンバー系の色で、なってしまうわけですけども、それも美しい。だからこれを描こうということでしたね。でさらに、その色のテーマがぐっと表に出すことも大事なんだけども、同時にちょっとね、今回この水たまりを大きめに、また変形人物を少し加えたりしてね、顔面に変化もつけてみました。だから現場でスケッチ行ってもただそっくり描くんじゃなくて、ご自分のね、ここはちょっと面白いなと思うところ、あるいはこんなものをちょっと加えたらどうだろう、そういう工夫もなさると一層楽しいスケッチになると思います。ということでね、今から柴崎の質問相談コーナーを始めたいと思います。今日のね、ご相談は今ちょっと見てみますね。ロマニアンニードさんね、ご質問の内容は、十分な水を加えれば、ガッシュを水彩画のように使用することがどうか、できるかどうかね、使えるかどうか疑問に思いましたという、そういうご質問ですね。それガッシュをジャブジャブにお水で溶くと水彩画のように使用できるか。できますね。はい、できます。アクリル画もできます。でもね、やっぱりね、画材はそれぞれ、ね、適材適所にちゃんと作られてるんですよ。ガッシュをね、水彩のように描くことは可能なんですけども、ガッシュはやっぱり透明水彩よりもね、この顔料がね、粒子が粗いですね。だから、ガッシュは、クリーム状の濃さに溶いて塗った時にね、一番効果がよく出るように調整して作ってあります。だから水彩みたいにジャブジャブに溶いて使えるんだけども、やっぱり透明水彩の絵の具にはちょっと勝てないかな。でもね、そのちょっと面白いねって感じにはなるかもわかんない。だからね、アートは芸術だからさ、ガッシュを水彩に使ってみるのもいいと思いますよ。挑戦してみてください。はいね、これが今日の、お答えです。はい、ということでね、どうだったかな。ね、柴崎話ちょっと面白かったぞとね、まあ思ってくれた人はね、評価と、そしてチャンネル登録もね、よろしくお願いします。それではまた。